誕生ドロノヘッドスパシャンプー。皮脂汚れを吸着し毛先まで保湿。美しい髪は地肌から生まれる新ドロアス。詰まるところ泥がいい。誕生ドロノヘッドスパシャンプー。皮脂汚れを吸着し毛先まで保湿。美しい髪は地肌から生まれる新ドロアス。詰まるところ泥がいい。皆さん改めてご紹介します。八木莉子さんです。お願いします。よろしくお願いします。水気がもうちょっと見えたいかも。ずっとお姉さん座りしてたので足がしびれてて、先立とうとしたら本当に足の感覚がなくなっててこけそうになりました。ちょっと支えてもらってそれは恥ずかしかったです。やってもらってそれをベースに修正できれば一回じゃあちょっと。シャンプートリートメントの撮影が終わりました。気持ちよかったです。ちょっと思わず気持ちよくて寝そうになりました。寝ちゃってたって言われたんですけど寝てないですよ。寝そうになっただけです。やりました。撮れるように頑張ります。お願いします。え、また今またはい、よーいスタート。なんかひんやりしてて自分ではちゃんとビクッとしてなかったか不安だったんでよかったです。これを持ちましてやりさん撮影以上です。お疲れ様でした。泥をかぶったり自分でも初体験のことがたくさんの現場だったんですけど、でも皆さんすごくたくさんいろいろ助けていただいて無事撮影が終わることができました。本当にありがとうございました。番組をご覧の皆さんこんにちは、八木莉可子です。はい、シャンプーの CM に出させてもらうのはずっと自分の夢でもあったので純粋に嬉しいなって思いながら撮影させてもらいました。お水の中に
ちょっとちっちゃいプールみたいな感じで浸かりながら撮影してたんですけど、なんか普段そんな経験ないのでワクワクしました。そうですね、風を真正面から受けるのは目が乾燥しました。でもなんだろう、なんか、普段からそうなんですけど、風を受けるとなんとなく気持ちも上がって撮影しやすいです、個人的には。そうですね、できれば1回で終われるように頑張りたいです。なんかいただいてた資料にもできれば1回でって書いてて、前日とかにスタッフの方で検証された動画も見せていただいたので、できれば頑張って1回に収めたいなと思ってます。そうですね、最近一人暮らしのお家に初めて大学の友達が遊びに来ました。クリスマスに友達が遊びに来てくれたんですけど、一緒に家でタコパしてすごい楽しくて嬉しかったです。やっぱり幼稚園の頃とかに泥団子作るのすごくハマってて、ですごい綺麗に作るのにハマってて、でなんかこうお母さんとかが多分見に来てくれる参観日みたいな日があったんですけど、みんななんかお花でこう色水作ってて、でそっちの方がいっぱい人がいるのに、私はずっと泥団子を一人で作ってたらしくて、あっちの可愛いのにいたらって言ってもらってもずっと泥団子をひたすら作ってたらしくて、でいっぱいコレクションしてたのを覚えてます。そうですね、いっぱいあるんですけど、中学の頃テニス部に入ってて、でテニス部でなんか真夏の暑い中外で練習してたのが一番印象に残ってますかね。なんか大変だったんですけど、今から思い返してみたらすごいいい思い出で、必死になってやってたなって印象に残ってます。今年の夏はなんか最近花火とかをずっとやってなくて、ここ数年やってないので、ぜひなんか友達とかと一緒に花火とかやりたいなって思ってます。でもやっぱり一番はサラサラになることですかね。いろいろあるんですけど、私はピンクが一番お気に入りで、でなんかもう本当にサラサラになるなと思って、あとなんかシャンプーだけじゃなくてボディーソープもすごい自分のなんか肌に合って、すごいもちもちになって、で正直ごめんなさい、私シャンプー以外ボディーソープまであることをもともと知らなくて、あ、ボディーソープもこんな気持ちいいんだって思いながら使わせてもらって、あと匂いも私すごく好きです。商品によって多分匂いが違うと思うんですけど、でもすごいいい香りが残ってて、でなんか朝起きてこうベッドから起きてもなんかあ、また髪いい匂いすると思って、それもすごくお気に入りのポイントです。八木莉可子でした。